これじゃない。いやいやいや、あーどうしよう。綺麗。本当だ。本物かな。すげえな。何？うわ。うわ、何それ。なんか髪の毛みたいなんだけどさ。おお、びっくりしたー。ビビりすぎだから。あんまし怖くなかったかな。でもね、その代わりじゃん、何を戦利品ゲットです。うまいね。これは来てんね。あー、どうしよう。邪魔しまーす。はい。これ指輪？え？綺麗。本当だ。本物かな。すげえな。戦利品ゲットしちゃいました。いいね。うん。写真撮るからポーズ撮ってみよう。お、ぴったり。鏡の自分に向かって、お前は誰だと繰り返しているうちに、本当に自分が誰だか分からなくなる。かつてナチスがユダヤ人に対して行った恐怖の人格コントロール、それがゲシュタルト崩壊実験だ。